チューリップを作ります。赤ウインナーはこの位置に厚さ半分くらいまで切り込みを入れ、くるっと向こう側に3分の1回転して同様に包丁を入れ、さらに3分の1回転して切り取り、チューリップの花と葉に分けます。葉の方の赤ウインナーは V 字に切って端を少し切り落とします。ピックで花と葉をつなげたら、赤いチューリップの出来上がりです。次に花びらの形の違うチューリップを作ります。チーズインはこの位置で切って2つ花を作り、ウインナーの方はこのように切り込んで葉を2つ作ります。花びらの先になる部分をこのようにハサミで一周ギザギザに切り込みます。ピックで花と葉をつなげたら出来上がりです。そしておまけにもう一つ、赤ウインナーを斜め半分に切り、このように並べパスタでつなげ、ハートの形にします。これを4つ作って並べたら、四つ葉のクローバーの出来上がり。かわいいお花たちが勢ぞろい。春のお花畑をイメージしたおかずの上にのせて、ラブリーなフラワー弁当の完成です。